はい、皆さんこんにちは。ウェザップスターズ、ターザーモードです。そして高桜です。宮本です。はい、よろしくします。お願いします。ということで今日はね、劇獣神祭の新限定キャラ魔法の場使っていきたいと思います。ということでね、まあ、欲しいよ。小川さんがなんとか奇跡的にゲットできたんで、はい、小川さんに使ってもらおうということですね。お願いします。はい、すいません。そして盗もう。盗ったよ。盗もうじゃねえんだよ。実装されてねえんだよ。盗もうじゃねえ。崩壊するわ。最初に誰も引かなくなる。はい、ということで見ていきましょう。はい、超マイエム超ダメを、うん、魔法陣。すげえ。すげえよ。もうすげえゲージないよ。そして反射だけど、反射だけどゲージないよ。すごいよ。はい。はい、で、天敵6本レーザー IL と新友情チャージショット、チャージショね、うん、攻撃型、はいはい、これあのサブ友情のチャージショットですからね。うん、はい、メイン友情のチャージショットが出たらどうなってしまうんでしょうね。まあ、なんかモーセと同じ匂いがするんだよなこれ。そうですね。しばらく実装されない匂い。で、マイセスが弱点の質16ターンとなっております。はい、とりあえずなんかもうよくわかんないんで使ってみましょう。うん、そうね、よくわかんないんで、はいはい、今回、小川さんの魔法の場は UL ついてて、速費もさつけました。速殺もついてて、モーションもついてるんで、これがあの一応ね、あのマックス、うん、マックス魔法の場です。じゃあもうちょっと友情出すよ、友情。はい、柱と 38? 38です。です。もう、はい、とりあえず魔法の場に当たることしか考えません。おー、あ、もうすでに手は一本で下ろして、あ、そっか、あ、後から行くからそうだ、そうそうそう、で近くの敵に行くっていう、絶対当たるっていうね。いいね。そう、ビジトンとかない限りは必中。偉すぎでしょ。これもいいですね。いけ小川さとしこの人、この人重力ないからチャージショットちっちゃいんだけど動けねえから読めじゃねえ。ウィルターナー、おい。まああれだね、まあそういうそういうこともある。あ、チャージしてるよ。すごいチャージしてるよ。よし、チャージしてる、チャージしてる。フルチャーだよ、フルチャフルチャだよ、でかいよ。誰もなかったら上に飛んでくんの。まあまあ、ね、だいたいそうだから。弱点六光みたいな感じ。あ、ちょっと、お、反射だからね。すいません。そうだね、まあ動きずりはちょっとね、クリティカル。てかさ、すでにさ、この全敵ロックオンレーザー EL が強いんだよな。そうだよな、うん、やっぱり。攻撃の、よし、動くぞ。攻撃の EL は初みたいな。攻撃の EL は初のはず。うん、ていうん。おぉ。これって今は 2段階目 ?2 段階目ぐらいっぽいよね。うん、うん、うん。ここね、当たってか動けば動くほどチャージされていくと。おぉ。ウィルトーナーはさ、反射顔じゃね。確かにそれはあるかもしれない。これ結構貫通だな。まあ使ってると貫通イメージはあるけど。どんぐらいなんだろう。ちょっと秒数測りてえな。これ秒数だよね。多分ね。距離か秒数。動いてる。距離なのかな。ああ、これ結構動かないとダメかもね。あ、意外とだな。あと一往復ぐらいしないとダメっぽいね、うん、今さ、これ俺貫通だからさ、こうなってる。あ、ナイスナイス。普通に倒してか、普通にやっぱ超マインも超ダメもあるしけど、ステータスもね、直攻撃力2万9000あるということでね、結構高いよね。スピードも速いし、うん、これフルチャでしょ。フルチャだ。おー、反射の方がフルチャしやすいっすね。あー、確かに。まあ超スピードがあればまあ貫通でもギリギリいけそうな感じか。これも絶対無理だもんね。モンスター的な。そうですね。まあ全敵ロックオンで。ちっさ鼻毛みたいなレーズ。ちょっとやっぱこれを考えると後から当たると弱いんだね。強い。当たりたいね。うん、全敵レーザーが強い。レーザー時点で結構そうだね、雑魚が集まってて、ああいう形だったら相当ね、刺さるもんね。どうしようかな。配置。まあいいですかね。いいっすね、ちょっと上げれば。あ、でも貫通するからね。うん。
なんかこれいい感じに反射炎の真ん中通って弱点当たりそうじゃない雰囲気。ちっちゃい。ちっちゃい。ほい。見てかわいいの出すしかない。え、てか強いな。倒した。小さいけど。普通やっぱメイン友情がやばいな、普通に。うん、そうだね。うん。メインが強いっすね。チャージショットに目が行ってたけどさ。うん。お、ウルターナのジョジレン。ウルターナになってる山竹が。あ、乗っ取られた。強っ。ちょっと待って。ナイス。吹っ飛んだな。え、いや、小川さんこれ下にいたら、一撃で終わりますね。下にいたい。難しい。よっ。リボンで加速しちゃう。ああ。まあ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 。うんうんうん。横下がりする。これも俺もすればいいか。確かに。ああ、それいいっすね。え、これガチでもう、全敵レーザーだけで終わりっしょ、絶対。ああ、やばい。お帰り。あ、いい、いい、いい。うまい、うまい。え？絶対終わんじゃん。ウルターナさんお願いします。すげえ。ウルターナさん行くよ。早く帰れ。おしあ、終わんない。終わんないけど、いや、強い。おぉ。強い。まあ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 。強い強い強い。おーい。おー。おまいがー、これは。うん、メイン友情強えわ。強いね。ホッピーは。ホッピーは。レーザーすごいな。さあ、もう一個行ってみましょう。はい。はい、じゃあ次はホーラー行ってみたいと思います。はい。反射だけど、絶対強い。友情出す？友情出す。はい。友情ってどんぐらい行くかな、これ。友情で終わんないかな。じゃあ、リードします。終わりはしなそうな気がするけどなぁ。じゃあ、中入る気持ちも出しながら。で、あ、結構、うま、結構だな。お、あ、惜しい。そっか。2体いれば終わるわ、これ。まあ、でも確かに。2体いれば終わってるね。うん。真ん中終わってるじゃん。真ん中倒した。真ん中、バカソンさんが上手すぎたんよ。うん。挟んだ。でも、挟まるような感じで打つとあれだね。ちょっと伸びないから。見て、ここ見て。いいっすね、強いっすね。うん。え？見て困るんだけど。あ、踏んでなかった。でも、やってくれた。まあまあまあ。なんで俺動けるじゃん。出れるんでね、別に。おばさん、これ逆に右から打てば、なんか、下の段全部処理できそう。確かに。おお。ん？あ、そっか、そっかそっかそこにあるから。そうだな。まあちょっと手堅くいくか。でも陽線の同族シナジー受けてるから殴りもマックスだから。363ある。大変かったわ。めっちゃ強いよ今。逆転してなかった。いやでもその人多分いなくなると思う。バブさんが今来たと。ああそっか。おお、おお、なんか、おお、よし、よくやった。よくやった。え、じゃあ、友情当たろうかな。なんか、それでも良さそうだな。良さそう。マホロバがサブでやってくれそうだから、別に。あ、なんか、プに当たったな、これ。あ、でも。おお。今、なんか、プにで減速。1段階チャージされてたね。おお。まあこれは挟まりに行くか。うん、それでそうっすね。えい。オッケー。じゃあ俺は、あ、マホルバー。当たりに行きます。マホルバー伸ばせそう。せっかくだし。うん。うん、ドン、はいはいはい、ああなるほど、はい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 、けど周りいい具合に削ってるよね、やっぱりいい具合、ね、2回当たれば
倒せそう、全部。お前ちょっと動かしやがったよ。本当だ。真ん中だけね。おー。結構動かなきゃいけないんだな。そうだね。くそ。浦島のキラーが。キラーが。あいつ、まさかの。生意気にも。生意気っすね。まあ、友情当たりながら、おじゃおじゃするか。チャージショットよう考えたな、これな。あ、ちょっとすごい、すごいなんか調整されてそう、いい感じに。なんかこう、反射と貫通のバランスが結構気まずいよね、これ。反射で行った方がチャージしやすいけど、反射で行くと当たりにくいっていう。にくいっていうね。マホロバするか。とりあえずマホロバ。お、反射。あ、たまったんじゃない？しかしそっち。けどいい削りしてるよね、マジで。うん。だってもう左は無条件で解けるもんね、やっぱり。うん、そう。おー、ちょうど。おー、いいね。おー、いいね。あ、惜しい。惜しい。強い強い。新感覚。ここに来て新感覚。うん。ああ、これ。マックスマホロバしたいっすね、これ。マックスマホロバする？透過している。マックスマホロバできねえじゃん。え、これ透過してるの異常じゃない？だって。雑魚処理早すぎってことでしょ、これ。雑魚処理早いってことだね。3手だったよね。3手か。3手で全部処理したってことだよね。うん、1、2。あ、乗っちゃってる。そうだね。3手で処理したね。すごない？オーケーね、すぐ。おう、これはマックス。来た、マックスのほうが来た。いけでん。おー、なるほどね。ここ直当たりのステージだけどね。ね、結構削ったね。マックスマホルバ。270万。からの、今のはマックスじゃないけど。マックスじゃないですね。1段マホルバ。うん。これじゃ当たるよ、バーンって。お願いします。はい。あ、俺じゃねえよ、まだ。すいません。気が早い。殴ります。はーい。強いぞ、これ。ま、この、ま、ホルバ、ゴリラだから。うわ、強っ。待って、すごいんだけど。超マインも、ありますね。超マインも、次は、これ、ここは殴ってほうがいいよね、右をね。あ、これ、とりあえず左下倒してもらったら。うん、あ、当たりに行く？うん。当たりに行けるんで。これ良さそう。え、なんか乗っちゃってる。削ってない結構。結構削りましたね。うん、まあ、倒してないけど、顔回復しちゃうけど。どうする？どうする？一旦ね。これ回復は解除されないか。はいはいはい。やかましいですね。ナイス。される。おお。ここの雑魚全処理、久々に見たわ。なんかしないもんね。結構、ご利用しするから。おお、強っ、なんか。殴るね。殴るね。三回撃したくなるな。いや。妖精と相性、お一段階目。逆転も通ってなかったです。これ2段食べるの大変だな。意外と。うん、貫通だと。マインダメオだったらな。でかい！とりあえず、浦島倒します、私。はい。この位置にいるんで、せっかく。ナイス。よし。SS 打つ機会もあんまないんだ。ああ、打っちゃってもいいんじゃないですか。打っちゃってもいいよね。まあ、打ちますか。まあ、最後に打つか。はい、ね。それでも OK です。じゃあ、ここは、
静かにしよう。静かに。あ、上行っといた方がいいんじゃないですか、ね、次。あれなんで。上行けたら。行きたい気持ちで行きます。はい。うん、うん。行けそう。戻る、戻っちゃったか。あ、行った。あ、上行った。いい、いい、いい。あ、めっちゃいい。オッケー。これはどうしようかな。マホロバーでしょ。マホロバー取ってればいいんですか。マホロバー取ります。お、止まってる、止まってる。はい、ああ、そっち。はいはいはい。止まった、止まった。はい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 。うん、おお倒した。楽しいね。便利だね。強い普通に。うん、ナイス。赤道具処理できない。惜しいね、惜しい。これ俺上で上にいたいかな。はい、交換していいですか。大丈夫です。今俺で抜けた方がよかったんだな。あ、これで抜けようかな。あ、そっか、それで浦島を倒してもらって左にずらさない方がいいですね、要線。あ、そっか、ちょっと上に上がるかな。あ、上がんね。あ、でも、まあ、上に抜けそうな気もそうだねするけど、来い、乗れ。ちょうど上ぐらいか。うん、オッケー、ジャスト、ジャスト、ジャスト。ナイス。はい、ナイス。え、一応じゃあ打つよ。あ、一応打つよ。一応打つ。はい。いや、もう、あれが強いもん。あれが。あれ強いっすね。あれ、あれ強すぎる。どうしようかな。全敵レーザー、これ露出していいんじゃないですか、ちょっと。見たいっすね。うん、普通に殴ってほしいかも。横感してください。でもこれ内弱なんで多分当たんないっすね、弱点。まあ、自強化もあるんでね。うんうん。撃つ？撃ってください。強い。強いな。え、あれ近い？え、強っ。あ、最終形態やっぱちげえわ。あるって思った。反撃紋章をこの殴り見ると、この殴り見ると育てたくなるな、妖精。妖精育てて妖精と出てきたくなるな。あと同族だったら、まあ今法人でとうとうとかも神っすね。とうとう、とうとうは、まあ、とうとう三加撃する気にならないっていうあるけど、遊撃つけたいもんね、彼は。そうね、あとは、うん、要線がいいかもね。うん、うん、まあ、足の遅さとかもちょっと気になるかもしれないね。そうだね、なんか反射でいいやついないかね。反射だと、まあ、ミョルが、でも、ミョルって？ミョルは魔人ですね。なるほどね。うん。案外なんか相性のいい同族が少ないかも感はあるね、今のところ。あ、まあ、神だしな。そう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 。はい。いやー、エア欲しくなっちゃった。よかったね。よかった、ね。欲しくなったよ。普通に強かったな、なんかね、このシンプル強いは久々な気がしますね、限定で。そうだね。うん。わかりやすいよね、なんか。うんうん。強さが。うんうん。なんかまあ最初からシンプルに強いっていうのはすごいいい気がする。うん、はい。ということで、ぜひ皆さんも使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。